ボーイ・ソプラノ、または、ボーイ・ソプラノは、編成期前に、ソプラノの音域に恵まれた、青少年男子の歌手について用いる語である。なお、編成期を過ぎてもソプラノで歌い続いけられる歌手も、極めて稀ながら存在する。編成期以前の短い期間の少年の高音は、その独特な音色ゆえに、欧米に限らず、世界各地で、宗教音楽や世俗音楽に利用されている。 資料を拾い直してみると、古い時代においては、平均的に、現代よりは、編成期が遅かった。例えば、ヨハン・ゼバスティアン・バッハは、16歳半ばまで消出した、ボーイ・ソプラノとみなされていた。しかし男子が、それぐらいの年齢で編成期を迎えずに、ソプラノ音域を歌うということは、今日の先進国では、かなり稀なケースである。 というのも先進国では、変世期がより早い年齢で始まる傾向が見られるからである。キリスト教の教会における、ボーイソプラノや、ボーイアルトの利用は、キリスト教以前の時代に遡る。ユダヤ教の礼拝においては、聖歌の歌唱に男児が呼び出された。中世からルネサンスを経て、バロックに至る聖楽ポリフォニーは、歌手がすべて男性と少年であるような男性合唱の歴史において、 延々と発展を遂げてきたのである。優れたボーイソプラの歌手が物珍しいのは、そのような人材を作り出すには多くの要因を呼び起こすことが必要だからであり、その中でもまず一番に求められるのは、優れた歌唱法の理解に触れることである。ボーイソプラの歌手は、フレーズを一様に保ってまとめ上げる方法を理解しなければならないが、この技術は覚えるのに時間がかかる。 その特訓は、非常に早い年齢で、しばしば7歳か8歳で始めることが必要である。博学の合唱指揮者や優れたレパートリー、熱心な親に恵まれ、優秀な合唱団や、才能のある歌手に接したことのある少年でさえ、さらに別の課題に取り組まなければならない。身震いするようなプレッシャーに直面したとき、それを乗り越えられるようでなければならないのである。歌手や合唱は、 事前の手配通りに、ちょうどいい時に演奏できるようでなければならないが、もちろん幼い少年ほど大人の音楽家に依存しやすい。たとえ具合を悪くしたり、会場で引きつった声を出したり、練習のしすぎで声を壊したりしたのではないとしても、子供は合唱団や指揮者、友人や家族から受けるプレッシャーに影響されやすいものである。主にそうした理由から、 ボーイソプラの単独の録音は大変数少ない。才能のある少年を探し出し、録音の契約を結び、そして録音にこぎつけるまでは時間がかかる。男児が胸声を操って高音を出せるのは普通は5年足らずであり、しかもオーケストラや合唱の集合やレコーディングのスタッフは大人にとってすら気遅れの元である。思春期における少年の声変わりは、 突然の劇的な変化が特徴的で少女の声があり特別される。少年の歌手は思春期に近づき、そして思春期を経るにつれ、その性質は急激に少女の声の特徴とは違ったものになっていく。少女の声が成熟した女性の豊かな性質へと成長していくのに対し、少年の声は高頭にある。 高等流器の出方に左右されやすい。この変化の最終的な結果こそが出せる聖域というわけである。だが、声変わりの時期は独特の豊かな響きが発達する時期でもある。トレブルとは寄付法で高音や最高聖域を指すのに伝統的にイギリスにおいて用いられてきた子で低音域や最低聖域を示すベースの反対語である。寄付の際には 中央派音より上を指し、トレブルの音域を表記するには、トート記号が使われる。とりわけイギリスの聖公会やカトリック教会では、ソプラノ音域を歌う少年歌手、いわゆるボーイソプラノの意味で使われる。今日では、聖歌隊のソプラノ西部に少女の歌手が参加する機会も増えつつあることから、このような少女のソプラノ歌手をガールトレブルと言い表すようになりつつある。 しかしこのような用語法への反対意見も多い。トレブルの語源はトリプルに同じく三倍やミエノの意味を持つラテン語トリプルスに由来し、この語は中世の聖歌隊で最高聖域を担当する歌手に使われたのが習慣化し定着したものである。当時のポリフォニー聖歌ではテノール聖部が低旋律であるグレゴリオ聖歌を歌い、対旋律すなわち、 第二のパートとして、ディスカントスがそこに対地され、さらに装飾的なパートとして、今日で言う、ソプラノ音域が加えられた。つまり、トレブルとは、第三の西部の意味だったのである。今日、楽器に対して、トレブルを用いるのは、最高音域を出す小型のビオラダガンバを指す場合が、主である。ありがとうございます。